NHK の安藤優衣アナウンサーが27日、サブキャスター、中継リポーターを務める午後ライブニュースイン、かつ金曜後 3.10 の公式 X、旧、ツイッターを更新。Eテレで28日に放送される、青春舞台2024、午後 3.0 を告知した。安藤アナは、先日青春舞台2024のナレーションを担当しました高校演劇の全国大会に密着した番組です。12校が岐阜県で行われた全国大会に出場、演劇に打ち込む高校生の姿に心打たれもらい泣きしてしまいそうな場面もと PR していた。安藤アナは岐阜県出身で2018年に NHK に入局。初任地の福島局に約4年間勤務し、22年4月に広島局に移動。今年4月から東京アナウンス室勤務となった。